スーパーモレトはかつて鈴木が製造販売していた原付きのオートバイである。なお本校では元の車両であったモーレについても記述する。もともとは1986年にモリットという社名で発売され、通常のスクーターと異なるフレームに前かごを標準装備していた女性向けのファッションモデルであった。前後12インチタイヤを装備するのが特徴。 エンジンは、当時の鈴木製、原付きスクーターで主流だった A122、縦型エンジンとシュラウド等は共通で似てはいるが、12インチタイヤを収めるためクランクケースが延長された専用設計となっており、逆回転で取り出された動力は2段のカウンターシャフトを開始伝えるようになっている。1994年にフルモデルチェンジを受けて、スーパーモリットとなる。 よりパワーのあるアドレスやセピア等と共通の A147 横型エンジンに代わりリアサスペンションがツインからシングルへ変更されたため伴ってフレームのリアセクションやフューエルタンクも変更されている前輪は12インチのままだが後輪は10インチという変則的な仕様となったこの頃から車両の取り回しやすさや太いフレームを持ちテレスコピック式のフロント周りを持つ 当堅牢な構造からビジネスモデルとしての仕様が注目されるようになり、メーカー側もそれに合わせた装備を追加していったため、やがて大きいエリアキャリアを装備したビジネスキャリア仕様のみが販売されるようになった。ビジネスモデルとして特化したことにより、長い間生産され続けていたが、リサイクルエンジンを搭載していたため2007年の自動車排出ガス規制には対応できず、2008年に メーカーから生産の終了が公表された。ありがとうございます。